こんにちは、マセン6494です。今回は大阪府摂津市のマンションで交際相手女性の長男の新村桜利斗ちゃん3歳に熱湯をかけて殺した無職の松原拓海容疑者が逮捕されたことについてお話ししていきたいかなと思います。毎回思うんですけど、シングルマザーの女性の方と、付き合う上で思うことが、子供、確かに自分の血がつながってなくて気に食わないとか、そういったことがあると思うんですけど、それも含めてちゃんと腹くくって愛してやるくらいの覚悟がない人間が、付き合うべきじゃないですね。しかも、ネットをかけて、かけるっていうこと自体、もうちょっと頭がおかしいですね。全身やけどで、何パーセントやけどしたら、死亡する確率が高くなるといったこととかっていうか、熱湯をかけて死んでしまうぐらいのめちゃくちゃ熱い温度でかけて何がしたかったんだろうねってすごい思いますね。本当に自分勝手なやつなんだなってすごく感じて、こういう人間がいるのってなんか嫌だなってすごい思いましたね。子供は、親とか、そういった、人を選べないので、もっとこの先いろんな人生があったはずなのに、こういったことで亡くなってしまうっていうのはすごく残念だなって思いました。ということで、今回は大阪府摂津市のマンションで交際相手女性の長男の新村桜利斗ちゃん3歳に熱湯をかけて殺した無職の松原拓海容疑者が逮捕されたことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。